どうもー。ほら、消えた。出てくる。出てくる。いるからね。なんか、徐々に消える。怖いるからね、これ。っ。あ、出てきた。ざすー。まあ、消えたり出たりするけど。よろしく。お願いします。じゃあ、どんどんやって。前回、まあ、売れる、セールスレター、まあ、LP の文章ということで、クエストっていうですね、テンプレを披露してもらったんですけど、今回はその第2弾ということで、クエストの QUEST の U の部分ですね。ちょっと詳しく、もうちょっと、まあ、F 氏に、まだまだ足りないと言われたので、またちょっと工夫召喚してもらって、お伝えを、お力を貸してほしいと思ってですね。まあ、まんざらではない。本当ですか？ よかった。まあ、まんざらじゃない。ちょっと出番が少なくなってきてる。え？出番が少なくなってきてるから、呼ばれるのはまんざらでもない。ああ、よかった。嬉しいですね。そう。U の部分で、ね、まあ、アンダースタンドっていう、まあ、ね、英語、日本語でやれば理解になる。共感っていう言葉の方がどちらかというと、まあ、分かりやすいのかなっていう。まあ、例えば、はいはい、例えば。共感もまあ、アンダースタンドなんですけど、お金払ってお願いするの分かってない人にお願いしないですね。おお、そうですね。だから、その人が本当にできるのかどうかっていうことなんですよ。その人というのは、まあ、要は文章書いてる人ですね。そう。で、フグの調理できるかできないかの人のとこ行って、フグの料理食いたくないですね。まあ、かなり危ないです。生死に関死んわじゃいる。ますよね。だからそのフグの調理の仕方分かってるかどうかを調べたわけですよ。で、まあ、その、なんつうの、担保されるから、そのフグなんとか免許みたいなのこう、番号何番とか書いとけば、ああ、この人、フグの調理できるんだと。なって、まあ、そこでフグ食べ行こうかなってなるわけですよね。まあ、みたいなもんですよ。よくわかるとできる話しますけど、まあ、わかってないやつはできないよねっていうこと。いや、それちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、昨日私のクライアントさんにそれ言われたんですよ。なんかその方は、体が全身凝りすぎて、体が硬いみたいな。娘さんと公園に行くけど、すぐ疲れちゃって まあ、鉄棒を練習したいって娘が言って、言っても、教える親御さんは、もう疲れちゃってできないわけですよね、うまく。で、それが、この間、おとといか、昨日その人来たんですけど、おととい、公園に娘さんと行って、じゃあ私がやってやるよってなって、鉄棒をしたら前回りが普通にできて、なんかそのことに、なんか自分が感動して、娘さんよりも鉄棒にはしゃいでたっていう、娘さんが引くぐらいはしゃいでたらしくて、その鉄棒することによってのこう体の使い方が分かったことによって、あ、こんなにも簡単なんだみたいな。体の、まあ、その筋肉を鍛えるよりも、体の使い方と体のメンテナンスってこんなにも大事なんですねみたいな、昨日言われたんですよね。あ、そっか、分かってないから使えないのかっていう の言葉とすごいこうリンクするなと思って。でもそれを、なんていうんですか、要は文章で伝えるわけですよね。まあ、そうですけど、多分これはね、ちょっと N 沢にあんま伝わってないなという気がします。伝わってない。だ、結局何のためにパーツがあるのか、何のためにそれを書くのかっていうことをもう一回ちょっと再認識しないとですね、N 沢は分かってないです。
LP とは何ぞやということが分かってない。そもそも。うん。だなんで、この Q の次に U がいるのかっちゅう。なんでこの順番なのかってことですね。なんで Q が先で、なんで U が次なのかっていう。これを N 座はまだ分かってないです。てか、分かってないし、あ、構造が分かってないってことですね。そう、だからその、なんつうんだろう。エンジンをかけないでアクセルを踏んだところダメじゃないですか。はいはい、よく僕もアクセル踏んでエンジン、まあ、かけたら、まあ、いきなり走るかもしれないけど、まあ、いろんなもあると思うんですよ。その、順序って理由があるんですよ。はいはいはい。その理由を、エルザーは今の話からすると、あんま分かってない。いや、分かってない、確かに。だから、今回もその、U の部品を言ったところで、わかんないで、ただこの部品を置かなきゃいけないんだみたいな。あ、それ、そうなんですよ。進まないんですよ、それ。結局。例えば、針の治療でもわかんないけど、うん、こう足の方からやった方がいいのか、頭の方からこう下にやった方がいいのかとか、うんうんうん、まあ、あるんだったらそういうことですよ。なるほどね。理由があるでしょ、多分そこに順序があるとしたら。そうですね、理由が。そういうこと。Q、U、E、S、T の理由、順番の理由、まあ、いつも言ってんですけどね。私。催眠術かかりゃダメですよね。だ催眠術のかかり方なんですけど、まあ、いきなりね、わかりますわかりますってやってて、だから、肝ってなりますよ。ああ。だまずその順番として、こういう悩みありませんかって言って、ああ、私それ悩んでんですっていうイエスもらったら、ああ、それは私分かります、分かりますと。解決の方法も分かります、分かりますってやれば、肝ってならないけど。うん。そういうことです。っていうか、その、大事なのは、ノット丸々を超えていくってことなんですよ。離脱をさせないってことですね。まあ、そうですね。言い方変えればね。ノット丸々を超えていく。ノットリード、ノットビリーブ、ノットアクションって言ってますけど、この順番が、なんつうの、ノットアクションのところを超えさせようって初めからしたら誰も来ないですよ。もうまずは信じてもない人って、もう読みもしないので、まず読ませることから始まって、で、読んでもいいなってなったら、今度はその人信じるか信じないかになるわけですよ。信じれるところまで過ぎたら、今度はやろうかやらないかの最後の段階まで行くみたいな。まあ、そこをまずはちゃんと理解しないとですね。ただただ言われてやってるだけの人になっちゃう。神髄ですね。で、うん、今まではそのノットリードのところをやったんです。ヘッダーと Q のところはノットリードの壁を越えるための部分だった。で、U からはノットビリーブに入るわけです。うん、もう、この人の言うこと聞こうってなってる。はいはいはい。話聞こうは、ノットリードと同じなんで、読むも聞くも同じ。うん。今度は、この人信じられる人なのかどうなのかっていうところの勝負に入るわけですよ。その壁を壊してるかと、超えに行くわけです。はいはい。それが言うといいなわけですよ。言うといいですね。で、言うといいで、この人信じられるに値する人間だって思ったら、あとは、それを買うか買わないからが、まあ、行動なわけですよ。うん、アクションに。だから興奮させてやらせようとするわけですね、最後に。うん、S と T で。うん、まあ。こういう構造になってるっていうのと、何のために LP あんのかって言ったら、これのためなんですよ。うん。これ、営業活動とかナンパで考えても同じなんですよ。うんうん。まずはこいつの話聞こうかなって、まず思わせられてない人間に、それ以上のことやると、やりすぎ都市伝説な。ああ、そうですね。こいつの話聞こう、こいつ信じられるのかなっていう壁ですよね、次は。でも信じようと思ってるのに、話聞いてくださいって問題はうざいわけじゃん。もう聞こうと思ってるから。うんうんうん、もう聞く体制できたら、今度は信じさせるところに持ってくわけですよ。なるほど。
でも、もうあなたの話分かります、信じますってなったら、今度はじゃあどうやればいいんですかになるから、うん、行動させるなるんですよ、うん。で、行動するはもう買うってことですか。うん。っていう。すごい分かりやすい。ありやすいって言ってもね、またこのお説教になってますよ。構造を理解する、そうですね。断片断片でやっぱ考えちゃいますね。いや、まずこれを分かってほしいんです、うん、これそのための工夫ですか。だからこの構造を理解すると LP だけじゃないですもんね。全部。あ、だからこれ全部ですか。人に物を頼むとき。だからまずなんだろう、お子さんの教育あるでしょ。うん。で、あれなんで話聞かないのとか分かんないのってなってるんですけど、あれノットリードを超えてないんです。うん。聞く目持たせてないわけです。だから、子供をコントロールするの上手な人は、話聞かせるのが上手な人なんですよ。聞かせ上手。だってもう聞くっていう体制を作れてるから、ね。うん。まあ、それは何だっていいわけです。まあ、下手な人とか、まあ、この話聞いてやったら、お小遣いあげるとかってやれば、まあ、聞いたりするわけですけど、まあ、それでもやらないのはいいかもしれないです。うん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 。やらせるんだと。人参作戦ですね。あとはまあそうやらない場合はその人間の脳みその構造ですよ。そのワードがピクチャー絵になって絵が感情になるっていう、ここをちゃんと分かって動かせる人は人を動かせる人です。今の話から言うと Q の部分、まあ Q になっちゃいますけど、うん、まずは感情を動かすってことですね。あ、そうそう、だ、感情を動かすってこと。うん、だからヘッダーは大事です。うん、でなんかちょっとこのお店気になるなって思わせないわけで、その店に入らないわけですよ。うん、そこがヘッダーの部分なんで。うん、で、入った時に自分の悩みをに対して、こう、なんていうんですかね、提示してくるみたいなのが Q の部分ですよ。はいはいはい。で、はいはい、ああ、それ自分欲しかったんですよねとか困ってたんですよねってなれば、今度はその、どのくらい私のことを分かってんのかが入るんですよ。で、分かってるかどうかで、分かってんじゃお前ってなったらやってみようかなと思います。うん。だこの段階に何を投げるかなんですよ。ああ。だ今目の前にいる人がこういう段階にいるから、ああ、Q を投げよう、U を投げよう、みたいな感じで。うん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 。で、まあ、攻撃能力というか殺傷能力があるものをそこに配置していくんです。うんうん、だつまり、その、RPG の敵倒すみたいな話からすると、なんか、ボスとかたまに変わるじゃないですか。うん。初めなんか普通の、まあ、フリーザとか分かりやすいかもしれないですけど、初めの第一形態は、その、ノットリードなんで、そのノットリードのダメージを与えるやつを攻撃しないとダメなんですよ。うん。で、今度第二形態に変わったら、今度はノットビリーブになってるんで、ノットビリーブに効く攻撃をしないとダメなんです。うんうんうん。で、最後はノットアクションのところを攻撃して、ペペペペーン、ペーン、ペーン、ペペペーン、みたいな。ディー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 ってやつですね。そうですね。勝利の工夫みたいなんです。だから、共感して、あなたの悩み分かってるから、そして分かってる私だからこそ解決方法も知ってますみたいな、うん、っていう、まあ、話を捨てるわけですね。そうです。なるほど、つながりました。とかな。すいません。困るけどね。まあこれちょっとね、構造を話したということで、次はじゃあそのパーツ話すから、うん、ちょっとこれ構造編ということでちょっとここに区切ってもらってみよう。了解です。まあ、今日はでも分かりづらい。いや、構造が分かんない。確かに、各、こう、QUEST が、ただただ置いてあるものみたいになっちゃいますね。うん。だし、もうね、昨今の LP、ああやって見させられてるじゃないですか。もう、もっと分かってないんで、読むと。なるほど。何も分かってないやつが、なんか、どっかの LP 見て、こうやればいいんだろうな、みたいな。ちょっと、今日なんだろう。ちょっと質問、なんか、車運転して、何も分かってないやつが、こんな感じで車作れるんじゃねえと思って、車作ってるようなもんです。ちょっとそれに対して教授に質問したいんですけど、うん、なんで昨今の LP はそうなってるんですかね。あ、だからもう昔の今の伝統芸能とかそうでしょ。うん、
あの伝統工芸品みたいなもの、その作り手がいなくなっちゃったから、もうあの、なんか、巻物が残ってないみたいな。陳腐化しちゃってるんですね。そうそうそう。前はこういう、その、ちゃんと中身の車の作り方説明してた人いたんですよ。うん。もはや今、こう、どんどん楽に楽にってなってるじゃないですか。だから、あの構造が分かってる人ほとんどいない。まあ、世の中よくこういうのありがちですよ。確かに。なんかあの、マッサージ屋とかそうじゃないですか。うん。なんかそれっぽい感じでやってればいいけど、全然分かってないみたいな。それっぽいで、とりあえず、まあ、人は来ちゃうわけですよね。来ちゃうじゃないですか。なんか、時間で、ここで揉んで、ここ揉んで、ここ揉んでれば、まあ、ちゃんとやってるみたいな。で、まあ、車の場合はバレバレになっちゃうけど、別にそれマッサージとかって、なんか、やってる感出せばいいわけじゃないですか。うん。素人がやっても。うん。で、LP もそうなんですよ。なんか、画像を撮影して、貼って、それっぽい感じで書いてあれば、で、なんつうの、ネット広告出せば、適当にあの見られてきますよね、みたいな。そういうことか。そんな程度のものしかないんですよ。そういう、まあ、ある意味世の中の構造も、その手っ取り早くみたいな、楽に苦労せずみたいなところから、はしょりみたいな。だから構造が本当は分かってれば、ネット広告使わなくたって客取るわけ。確かに。で、構造が分かんねえから、ネット広告使わないと客が来ないわけですよ。そっか。あの、厳しいこと言えばね。まあ、確かに。まあ、でも構造、まあ、ただその、なんつうの、レバレッジとか速さで言えば、ネット広告使った方がいいですよ。だけど、本物っていうのは、ネット広告を使わなくても来るのが本物ですか。我々は本物コミュニティですから。うん、で、その本物をネット広告に流さないとダメって。そうか。で、その本物の上で、今日のこの第2弾は構造編という形にちょっとあのスライドしてしまいましたが。で、ちょっとこれ区切って、ちょっと今、あの U はペパって話すから、ちょっと区切ってもう一回、あの、ああ、分かりました。部品の話だけさせて、私。じゃあちょっとこの構造編という形で。だまずは君たち構造編をちゃんと理解してからあの具体的な方を見る。そうですね、君たち、まあ私も含めて。良い子の諸君、今日良い子の諸君はちゃんと構造を見てから、ええ、やっちゃいましょうってことですね。じゃあ次はちょっとパパって言うから。はい、では区切って、おーい、ではこの構造編理解した上で次パーツ編いっちゃいましょう。